宇宙の広がりに目を向けると、どうしてもそのどこかに知的生命体が存在するのではないかと考えることがあります。しかし、それを示す証拠が見つかっていないことが謎のフェルミのパラドックスとして知られています。宇宙の果てまで旅をしたある異星人と仮定して、彼らが驚くべき冒険の途中でフェルミのパラドックスを考察する物語をご紹介しましょう。ある日、ゾブという名前の異星人が宇宙の果てを目指して友達のミーアと共に冒険を始めました。彼らは遥か彼方の星々や銀河の姿を目の当たりにし、その壮大なスケールに圧倒されました。しかしながら、旅を続けるうちに彼らは宇宙に広がる無数の星々の中で他の知的生命体と出会うことがなかったのです。ある夜、ゾブとミーアはキャンプファイヤーの周りでフェルミのパラドックスについて話し合いました。こんなにも広大な宇宙に私たち以外の知的生命体がいないなんて信じられないよね、とミーアは言いました。ゾブはうなずき、そうだね、もしかしたら彼らは私たちよりも進んでいて、私たちが気づかないようにしているのかもしれない、と考えました。フェルミのパラドックスは、このような疑問を提起します。宇宙は非常に広く、何十億もの星が存在し、その中には地球と同じような条件で進化した生命体が存在する可能性があるにもかかわらず、なぜ私たちは彼らと出会っていないのでしょうか。いくつかの理論が存在しています。例えば、偉大なフィルター、説、これは、進化の過程で生命体が通過しなければならない非常に困難な段階があるため、知的生命体が宇宙に溢れていないというものです。他には、動物園仮説があります。これは、地球が高度な文明によって観察されており、私たちが彼らと接触するのを待っているというものです。さて、ゾブとミーアの話に戻りましょう。彼らはフェルミのパラドックスについて様々な仮説を考え、友情を深めながら旅を続けました。そして、ある日、自分たちの仮説を検証するために、最も可能性の高い答えを見つけようと決意しました。私の仮説としては、時空の隔たりがフェルミのパラドックスに関与していると考えます。すなわち、異なる文明は時間と空間の観点から遠く離れており、互いに出会うことが非常に困難であるため、知的生命体同士の接触がまだ実現していないのです。このような状況下では、私たちが彼らと出会うためには、テクノロジーや理解力の向上が不可欠となります。最終的に、ゾブとミーアは様々な仮説を探求し、それぞれが自分の考えを磨き上げました。彼らは、宇宙の秘密を解明するために協力し合い、互いに知識と経験を共有することで、より強い絆を築いていきました。そして、フェルミのパラドックスが未だ解決されないままであることにもかかわらず、ゾブとミーアは、彼ら自身の旅を通して、知的生命体が互いに出会い、共に成長する価値を見出すことができました。この物語は、フェルミのパラドックスに対する私たちの好奇心と未知への探求心を象徴しています。知的生命体との出会いがいつか現実となるかもしれない未来に向かって、私たちの探求は続いていくでしょう。